そして裂いていきます。ここでポイント、少しだけ蓋はずらしておきましょう。いつもありがとうの人、はじめましての人、こんにちは、エッスンです。今日はこちらの材料を使って基本の筑前煮を作っていきます。世の中にはいろいろなレシピが飛び交っていますが、まずは基本のレシピを理解した上で作る、その方が美味しくできると思います。基本を制する者は料理を制する。それではやっていきましょう。まずこんにゃくを2分の1枚2分間茹でていきます。今回は玉こんにゃくを使っていますが、スプーンで一口大に切って使っても OK です。ではこんにゃくを茹でている間に合わせ調味料を作ります。水 250cc に砂糖大さじ1、醤油大さじ2、みりん大さじ2、入れたらかき混ぜます。こんにゃくが茹で上がってきたらざるに上げていきます。次に椎茸の傘の部分の真ん中に切れ目を入れます。そして裂いていきます。次にヘタと皮むきした人参を乱切りにしていきます。斜め45度に切り、断面を上にして回しながら切ります。真ん中ぐらいまで切ったら、人参を縦半分に切って、また乱切りにしていきます。レンコンも同様に乱切りにします。レンコンは縦4等分にしてから乱切りにします。ごま油大さじ2分の1を引いて鶏肉を焼いていきます。皮の方を下にして並べていき、中火で2分焼いていきます。焼けてきたら裏返しにして、また動かさずに2分焼いていきます。鶏肉の表面に焼き目をつけておくと仕上がりの香ばしさにつながります。
お肉が焼けたら取り出します。次にごま油大さじ2分の1を引いて、レンコン、人参、椎茸を加えて炒めます。混ぜながら3分間炒めていきます。炒めれたらこんにゃくと先ほど作った合わせ調味料を入れて煮立てます。煮立ってきたら弱火にして、濡らして軽く絞ったキッチンペーパーをかぶせ、蓋を閉めます。が、ここでポイント。少しだけ蓋はずらしておきましょう。その方が蒸すように加熱できて早く火が通ります。またちょうどいい具合に水分が蒸発して味が絡みます。この状態で15分から20分間煮込みます。できました。とてもいい匂いです。調味料が程よく絡まっています。大成功です。それではいただきます。美味しい。しっかり味が染み込んでいます。材料の大きさを揃えて基本に忠実に作るお袋の味が実現しています。ここでご報告があります。まずは皆さんに謝らないといけません。このエッスンの日常はいろんなことに挑戦していく形で始めたんですけど、自分が何がしたいのかと、何をしていて楽しいのかなって考えた時に、料理が一番だなって思いました。いろいろな企画を楽しみにしてくれている方やリクエストをくれた方、本当にすみません。今後は料理動画チャンネルとしてやっていきたいと思っています。チャンネル名も基本の料理エッスンクッキングと改名します。あと動画は基本的に週2回土日の18時から投稿していきたいと思っています。なのでエッスンクッキングが少しでもいいなと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価ボタンをお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあバイバイ。